今忍者体験が渋谷でできるんです。教えてくれるのは現代のくの一、女忍者の大栗さん。まずは緊張感あふれる刀の基本から。手裏剣を使ったストラックアウト体験も楽しめちゃいます。店内にあるカフェでは忍者がセレクトした本格的な日本料理や可愛らしい和のスイーツも楽しめちゃいますよ。渋谷で忍者、癖になるかも。